坂倉、マクガフル。広島坂倉正吾捕手の停滞、ミスから追加点を許した。1点ビハインドの7回。ワンアウト1塁から中野の弱いゴロは1塁と投手の間に転がった。捕球した坂倉は誰もカバーに入っていない無人の1塁へトス。8球がファウルゾーンに転がる間に、それぞれ走者が進塁した。ワンアウト1、2塁がワンアウト2、3塁となり、変わった矢崎が森下を打ち取ったセンターフライは犠牲フライとなった。捕手登録ながら、前日に続き1塁での先発となった坂倉のミスでリードを広げられた。去年の王者チームにこんなことやってたら勝てるわけがありませんね。笑ったわ。一軍レベルの選手がやるプレーではないな。つまらんなぁ。どうしようかなぁ。テレビ壊そうかな。素人レベルの守備だし、恥ずかしい。走塁ミスもあるし、勝てるゲーム内容ではない。坂倉はファーストでいい、キャッチーは一番手に石原、サブで相沢。坂倉は捕手一本で行くって言ってのと違うの。指揮官にコロコロ変えられたらミスもするわ。打てない守れない、走れない、なぜこんなチームか、プロを名乗れる？いやぁ、これは負けに直結するプレイだなぁ。痛い。坂倉には、第2の堂林っぽい香りがする。絶対ファースト林。林がファーストスタメンで4連勝。その流れをわざわざ変えて連敗。勝たせる采配してくれー。捕手でも微妙。打つ方も微妙。しっかり2軍でやり直し、打率2割なら、若い選手使ってほしい。このミスで、決勝点献上しちゃっただろ、草野球じゃないんだから。仮にもプロならやっちゃダメなミス。坂倉は捕手なんじゃけんファーストで使わなきゃいいのに監督すると聞いてたじゃん。策は捕手で行くと。マクガフみたい。